チャカリータはアルゼンチンの首都ブエノスアイレス特別区の北中部にある地区である。コムーナ15に属しており、人口は27,440人である。コレヒアレス地区、パレルモ地区、ビジャクレスポ地区、ラパテルナル地区、ビジャオルトゥサル地区と接している。年代を重ねた集合住宅、アパートビルディングや通りに植えられた並木などが特徴の物の静かな地区である。 地元では95ヘクタールの広さを持つチャカリータ墓地があることで知られている。サッカークラブの CA チャカリタジュニアーズはチャカリータ地区とビジャ・クレスポ地区の境界にある図書館で発足したが1940年にブエノスアイレス州のビジャマイプに本拠地を移転した。チャカリータ地区がある一帯にはかつてイエズス会が小さな農場を所有していた。チャカリータという名称は 小さな農場を意味するコスペイン語のチャカラに由来している。1767年、イエズス会の鎮圧されて追放されると、彼らの所有物は王の財産であると宣言された。かつて国立教育技術学校として使用されていたコマストリケも現存する重要な建物の一つである。主要な公園には1941年に開かれたロスアンデス公園があり、 地区の集会場として、クラブチャカリータジュニアーズがある。数多くの主要な通りと、鉄道路線が、チャカリータ地区を走っている。鉄道路線は、ウルキサ線とサンマルティン線であり、通りは、エルカーノ通り、デルカンポ通り、ガルメンディア通り、ワルネス通り、ドレーゴ通り、アルバレス・トーマス通り、コルドバ通りなどである。ホルヘニューベリー通りは墓地に向かう葬儀者が走行できる。 唯一の道という特徴があり、墓地の正門は、グスマン通りとなっている。チャカリータ地区内にあるウルキシャ線の起点であるフェデリコ、ラクロセ鉄道駅には、通勤列車と地下鉄 B 線が発着する。ありがとうございます。